ジョセフ・パトリック・ケネディ3世は、アメリカ合衆国の政治家であり、マサチューセッツ州選出の会議員である。マサチューセッツ州サフォーク・グンブライトン出身。父のジョセフ・パトリック・ケネディには、元会議員であり、ジョセフ2の父は、ジョン・フィッツ・ジェラルド・ケネディ政権で、合衆国司法長官を務めたロバート・ケネディである。スタンフォード大学へ進学し、経営工学を学ぶ。また大学では、 ラクロス部に入ってゴールキーパーとしてプレーした経験も持ち、ラクロス部時代にはジョセフさんが牛乳を大量に飲むことで有名になり、ミルクマンというニックネームを付けられたこともあった。ジョセフさんが2003年にスタンフォード大学を卒業すると、ジョセフさんの祖父の兄であるジョン・フィッツジェラルド・ケネディが大統領時代に創設した平和部隊に入隊、 ドミニカ共和国のプエルトプラタ州で2004年から2006年の3年間、公園保護の事業を受け負った。また国際連合開発計画の東ティモール貧困対策プロジェクトへの参加も行った。ドミニカ共和国から帰国した後、ハーバードロースクールに入学し、勉強するかたわら、ハーバード法律援護局に勤務して、学生弁護士として活動を行った。2009年に、 ハーバードロースクールから JD の学位を取得。その後、2011年にミドルセックス軍地方、検察庁検事を務めた。2012年、バーニー・フランクが引退した後、民主党候補者として2012年、アメリカ合衆国会員選挙において、マサチューセッツ州第四区で出馬し、共和党候補者のショーン・ビエラットに圧倒的大差をつけ、 21万9499票を獲得して初当選を果たした。その後、2014年、2016年の選挙でも圧勝して、現在は3期目を務める。2018年、アメリカ合衆国議会合同会議において、ドナルド・トランプアメリカ合衆国大統領が、就任後初となる一般教書演説を行った際には、 民主党を代表して、地元マサチューセッツ州ホールリバーにて、我々が守るべき価値と理想を破壊している、団結する人々に対抗できないなどと、反論演説を行った。2020年のマサチューセッツ州の民主党、上院予備選で、現職のエドワード・マーキー上院議員に敗れ、同州の選挙において、ケネディ一家の初敗北となった。ありがとうございます。